私こんばんは。昨日あのマスカラを買ってもらってどんなんなんだろうと思ってやってみたので、ちょっとメイクしてます。そう、今日もっぺの誕生日です。おめでとうございます。そこにいます。今日はちょっとお待ちくださいね。今日もっぺの誕生日なんですけど、ちょっとおめでとうございます。8歳です。おめでとうございます。声出して。おめでとうございます。8歳のお誕生日です。そう、ちなみに私のお誕生日は6月24日です。はい、そう、曜日は誕生日プレゼントは何を買ってもらったんですか？そう、あの絵描くのが好きなんですよ。だからペンセット。ちょっと待って。そう、ペンセットを買ってもらってて、今ペン取り行った。その買ってもらったやつ、そう、イモッペ、そう、絵描くのが好きだからペンを誕生日に買ってもらってて、よし。あの時間投稿して大丈夫だった？いや、5時から配信の時、そう、あ、はい、ココッペケーキはママが作ってました。学校帰ってきて、冷蔵庫の中見たらママが作ってました。自分はペっていうのでちょっと投票しますね。ありがとうございます。ありがとうございます。マーマロさん、ハートありがとうございます。50巻と応じない完了書ありがとうございます。話から抜けつけてると我慢してラビリンスやります。ねえ、久しぶり。生誕祭生誕祭やね。はい、じゃあのっぺ8歳になってどうですか？ちゃんと言って。お姉ちゃんになったよ。ちゃんと言って。お姉ちゃんになったよ。お姉ちゃんになった気分だって。
なんで、なんでちゃんと言わないの。お姉ちゃんになった気分らしいです。学校ではお祝いされましたか。声、声に出してって。12人おめでとう。ロッキーちゃんからペって呼ぶメンバーって結構ペって呼ばれるよ。カレーネンとかめっちゃ最近はペペばっかりです。そう、5時から始めました。ツイッターで告知したけど5時から始めました。8歳は何がかりをしていきたいですか。何、学校で何係。郵便係。郵便係だって。郵便係。黒さんかわいい、ありがとうございます。郵便係、郵便係じゃない、郵便係は何をするんですか。あのポストのところにお手紙取りに行く。ポストのところにお手紙取りに行く。よく大きな声出していいんだよ。そうだよ、大きな声出してください。聞こえないから。そう、私もずっと郵便係でした。小学生の頃。そう、3年生。仲いい子と郵便係。仲いい子と郵便係だって。ココッペ今日誕生日で20歳になったの。同じ誕生日、イモッペと。おめでとうございます。サナちゃんおめでとうございます。すごい、 3月3日生まれだ。私のお友達にも3月3日生まれ一人いて、意外といるんだなと思って。すごい、おめでとうございます。すごい、20歳。すごい、みんな今日はおめでたいですね。ね、ちょっとね、みんなイモペに質問みたいなのなんかないですか。100の質問、100の質問、100もないやろ。50の質問。放送係とかはあるよね。放送係でも4年生から。そう、放送委員会っていうのがあります。そう、委員会が始まるんです。私は企画委員会と健康安全委員会でした。イモッペは得意教科はだって。音楽、体育、生活。音楽、体育、生活。生活絶対教科じゃないよ。体育は、うん、あの豊岡三段飛べた。お、豊岡三段飛べるって。残念、私五段飛べるんです。でもまだどこか。何々くんが5段飛べる。7段、弱くない。まだ体が軽いんです、きっと。で、ちなみにこれは、え、これ出していいん。なんかアニメのキャラクターとかじゃない、違う、やめとこうか、やめとこう。いや、キャラクターが。ココプロ好きなところだって。ない。ココプロ好きなところって来てますよ、質問で。儲けてくれ。え？
儲けてくれる、儲けてくれる。やばいよ、本当にやばいです。ちょっとさすがに、さすがに変なボケした時に突っ込んでくる。お、変なボケした時に突っ込んでくれるって。学校で流行ってる遊びは何？ほら、いっぱいみんな質問してくれてるから、ちょっと急いでください。学校 で流行ってる遊び、はい、大きい声で。ドッジボール。お、ドッジボール。HKT48 の7期生を受けたいと思ってますか？ジュース屋さん。HKT 劇場。HKT 劇場のジュース屋さんになりたい。それなら、アキさんも来てくれるだろう。ん？それならアキさんも来てくれる。ジュース屋さんになりたいって、あのおしどリンクのスタッフさんになりたいって。面白い、ほんとやば。クロさん、ハートありがとうございます。熱い男はいかがですか？熱い夏だ。じゃあ、ハンちゃん飛び箱飛べないって。絶対ハンちゃん上手そうやけど。いつも学校のグラウンドにあるなんかタイヤあるやん、うん、なんか突っ込んじゃう、うん、あれで飛び箱しよう。おトビ箱は7段まで飛べるようになりたいのって。目標は5段？一応8段ぐらい。8段ぐらい飛べるようになりたいんだって。マイノさん、つぶつぶかな、ありがとうございます。つぶつぶ、イモッペいたら毎日買えますよって、ジュース。面白い。ドッジボールは当てる方、逃げる方、どっちが得意？逃げるって。私も逃げる。私もあのお楽しみ会でドッジボールやったんですよ。それでなんか逃げるのが一人になって、みんな全員外野にいるんですよ。で、相手はまだめっちゃいて、一人で心なんかボール取ってみたいな言われて、でも取れないんですよ私。でも、もうとりあえず逃げることしかできんくて、とりあえず、まあ、コートにこう入ってきたら取って、外野に回してっていうのを繰り返したけど、結局当たって負けました、私のチーム。あのね、私一人やったんよ。ちゃっていいって。私一人やったんよ、うん、私ね、他のところね、強いね、人しかおらんでね、うん、取れんかったよ。取ったらもうさ、もうこうやって当たってさ、もう終わりやん、うんうん、だっけね、ずっと見よったんよ。そしたらね、ガヤの人からね、取ってって言われた。はい。好きな食べ物、お母さんが作るやつで好きな食べ物。チキン南蛮？チキン。チキン？チキンとカレーライス。チキンとカレーライスって。チキン南蛮って初めて聞いたんですけど。あるわい。と、味噌汁とか。味噌汁ね。赤ちゃん、さすきありがとうございます。はじめもり中さん、チクチクボールありがとうございます。そう、一人だと集中攻撃されるから本当大変なんです。面白いんですけど。給食で好きな給食だって。最近好きになったのは揚げパン。揚げパン、最近好きになったってやば。あ、お、トマトオムレツ。トマトオムレツね。そう、
私は昨日揚げパンが出ました、給食で。ココペ料理するの、私するよね、めっちゃ。え、めっちゃ料理するくない？あなたチャーハンしか作らない。私めっちゃ料理するよね。ウィンナーチャーハンしか作らない。ウィンナーとチャーハンしか作れないことはないです。卵焼きめっちゃ得意です。作った、ね、チャーハン蒸しも作れるし、めっちゃ作ってくるか。ココペの公園見に行ったら楽しかったですか？なんで？ココペの公園見に行ったら楽しかったですか？でもあのイモッピは私見てないんですよ。ずっと好きなメンバーさんしか見てないんですよ。なので多分私は見てくれてません。ジャヌダルクはあのコケロッチもいジャンヌか。私一回あのジャンヌダルクの練習ねしてた時にあのこけたんですよ。あのでるでん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 の時わかります？なんかでん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 って足こうかけるところがあるんですけど、そこで滑ってこけちゃって、本番もこけるかなってね、ちょっと期待してたらしいです。こけませんよ。あなたチャーハンしか作らない、やばくない？聞こえてるよね、この大きさでも。みんなでもチャーハン部だからチャーハンしか作れないのはちょっと成績アップ。安マットさん、チクチクボールありがとうございます。そうです、チャーハン部だからもうね、チャーハンしかね作っちゃダメって言われてるから。モペは誰推しなの？あー、キサ。ん？どういうのがキサ？どういうのがキサ？こちら、アキさんです。リセット公演終わってかな？ね、私の初日の時にアキさんと一緒に写真撮ってますね。もう緊張して顔がもう固まってました、その写真見たら。チャームシは最近作ってない。ダイエットチャームシさ、毎日食べるとか言って食べてるし。煮込み系は作れなさそうだね。煮込み系はあんま作ったことないです。ママペの質問もやってってどういうこと？確かにアキさん素敵だけ ど特にどんなところが好きなのって。ダンスがなんか侍みたいなやつあったやん、ダンス、あれでさ、高く足上げてるし、運動神経あのなんだっけあれ、思い出せない、曲名が思い出せない、なんだっけ。サムライジャパン。違うやろ、サムライジャパンじゃないやろ。あのなんだっけな、ね、剣持ってるやつのすごかったですね。めっちゃ具材は何が必要ですか？卵ですね。なんか笑ってるんですけど、ママが。なんかママが笑ってるんですけど。そう、片思いのアクセル。それ。トリンフルエンザ。215。
お姉ちゃんの公演は初日見ただけだって。いや何回か来てますね。うん、何回か来てます。え、片思いね、愛しさですよね。びっくりした、片思いじゃなかった気がすると思って。愛しさだ、そうそう、片思いじゃないと思って、なんかちょっと違うなって。愛しさだ、片思いなんかおかしいなと思ってさ。愛しさだよね、やっぱり。サムライジャパンやば。サムライジャパンママペも質問もやってだって。みんなじゃママペに質問も。めっちゃ笑いよくない？やばくない？笑いすぎやろ笑いすぎじゃん。今日給食何でした？2人とも発表してください。はい、じゃあイモープから。ひなあられと、あとはちらし寿司と、白身フライ。白身フライ、うん、だけ。魚フライ、うん、なんかお吸い物みたい。お吸い物みたいな出らんかった。えのきの汁。じゃあ私はそう、ご飯とかきたま汁となんかキャベツのサラダみたいな、なんかよく出るやつと、何だっけ、あ、和風ハンバーグと牛乳と桜餅だったんですよ。で、桜餅本当に、私本当に桜餅の味が無理でした。本当に葉っぱ、なんか袋を開けた瞬間もう匂いがやばくて、もう匂いやばすぎてちょっとやばいと思って。そうで、ちょっと葉っぱが巻かれてるじゃないですか。で、葉っぱを取ったんですよ。それで葉っぱを取って食べたいんですけど、もう葉っぱの匂いがもう餅まで移っちゃってて、もうほんと無理をして食べました。開けなくて先生に食べれませんって言ってたら好きな人に回せてたんですけど、まあ、開けちゃったので、もう欲しく、ちょっと苦手でしたね、私は。ハンバーグ昨日出た。もう本当に、もう本当に苦手でした、あれは。ちょっと、でもまあ好みの問題はあると思いますけど、私はちょっと苦手でした。シータンプさん、レインボースターありがとうございます。ママさんは劇場ですごいと思ったメンバーいましたかって。ママでも下に、ママ下にいるんですよ。小学校の方がなんかひな祭りって感じ。そう、今はロッキー T シャツの生写真と、あと自分で描いたバッジが販売されてるので、手書きバッジが販売されてるので、ぜひゲットしてみてください。のりっぺさん、ハートありがとうございます。あえて葉っぱの香りをお餅に移してる、そういうこと。じゃあ、やばかった。そう、ペグミにしたの。ペグミペグミペグミ。はんちゃん、ほら、妹ぺお誕生日おめでとうだって。はんちゃんが、はい、はんちゃんありがとうって。はんちゃん、はんちゃん来た。
あんちゃかちゃん、もっと糸島のブランコ楽しかったって。楽しかったね。怖かった。怖かったって。海に飛び込みしたそんな飛び込むような距離やなかった。糸島でもめっちゃ楽しかったね。なんかブランコ2人乗りがあって、上に乗って下に乗って。あー、そう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 。私下に乗ったらマジで落ちてくるか分からんそう、糸島のブランコ今日さくらんぼそう。違う今日なんか、今日は夜ご飯何か食べに行くので、食べに行きます。持って、おばあちゃんち糸島やけど海側じゃない。海側じゃない糸島。海鮮丼美味しかったです。ココペの性格を一言で表すとどんな性格ですか？どんな性格ですか？どんな性格ですか？分からん。分からんって。わからないんそうです。前野さん、レインボースターありがとうございます。ヨモペとお揃いの洋服とか着ることある？あんま持ってないね。持ってないです。ココペとヨモペ似てますか？似てますか？まあ、まあ、でもわからん。私なんかさ、兄弟ってさ、なんか似てるって思わなくないですか？あるある、兄弟あるある。トマト好きだっけ？そう、優しいんですよ。もっと身長伸ばされたりする。どうやろう、なんか高くなりそうなんですよね。なんかおじさん、何見てるって言われたりしない？二人はパパとママどっちに？え、どっちにやろ。でもどっちも言われるんですよ。イモッペはどっちにって言われるよく。どっちにって言われるよく。パパとママ聞かんね、なんか分からん。クロさんとチクチクボール、ありがとうございます。ジュニーズの声楽しみにして。私もめっちゃ楽しみ。ラビーズ慣れましたか？ちょっと、やり方はちょっとずつ分かってきてると思います。お休みの日、二人で遊んだりする？あんま遊ぶような日があんまりない、ね。ヨモペも博多の香り好き？好きよね。ヨモペもウィンナー博多の。でもウィンナーは何でも食べるね。ポークピッツも好き。アキオさん、もうちょっとで最強になります。あのマックスになります。そう、ちょっとずつ強化していってます。葵ちゃん、だるまありがとうございます。コンペイト？そうやん、コンペイト。
対コンペイトーや、ありがとうございます。何、絶対ひな祭りだからコンペイトーや、絶対そうやん、コンペイトーだ、ありがとうございます。コンペイトーだ、葵ちゃんコンペイトーありがとうございます。絶対コンペイトーや。トマトブさんコンペイトーありがとうございます。チクチクチク、今日体育あります？今日なかったです。あった？あ、イモピあったらしい。5時間目。チクチクボールって言ってたんだけど絶対違うやん、コンペイトーです。絶対今日メイクするのね。今日なんか昨日新しいマスカラをね買ってもらって、ちょっとどんな感じなのかちょっと塗ってみたのでメイクしてるように見えますね。メイクしてるんですけど、この前のパジャドラでココッペのダンスかっこいいと思いまし、かっこいいなと思いました。ハンちゃん最多分楽しみしてます、ありがとうございます。あおいちゃんハートありがとうございます。ルッキーは兄弟姉妹いる人多いと思います。私も食べてないコンペイト、そうだもう始まったね、あれラビリンス。じゃあそろそろランキングを見たいと思います。13位マトンさんありがとうございます。12位アベルさんありがとうございます。11位ウマゾウさんありがとうございます。10位アンドロメダイクさんありがとうございます。あ、変わったね。じゃあもう一回言いますね。13位アベルさんありがとうございます。12位ウマゾウさんありがとうございます。11位オレオーズさんありがとうございます。10位エルプリメロさんありがとうございます。9位リカさんありがとうございます。8位ハンテメモリチューさんありがとうございます。7位ムハマドさんありがとうございます。6位アオイちゃんさんありがとうございます。5位シーチャンペさんありがとうございます。4位マイノさんありがとうございます。3位アンドロメダイクさんありがとうございます。2位ノリッペさんありがとうございます。1位クロさんありがとうございます。はい、ありがとうございました。大好きダミューさん、レインボースターありがとうございます。ラビリンスカミリアタイム頑張りましょう。じゃあありがとうございました。バイバーイ。